さて、B 兄弟第1試合はアダーさん、ドルさんのチームと COP さんとジンジャーさんのチーム試合やります。アダーさん、ドルさんのチームと COP さん、ジンジャーさんチームの試合やります。はい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 、じゃあじゃんけんしてワンピース B を決めてください。アダーさん、ドルさんチームと COP さん、ジンジャーさんチーム試合やるんで、じゃんけんしてワンピース B を決めて B 兄弟での試合です。はい、じゃんけんしてワンピース B を決めて別れてください。というわけでなし崩し的に始まりましたが、4月度のアンダーナイトインパス大会はなんと16名ガッツポーズ、やったぜやったぜアンダーナイトインパス、16名も来た、やっと来たよ、やっと2桁来たよ。いやー、ほんとたくさんのご参加ありがとうございます。いやー、長かったね。新キャラが出るまでは頑張るぞ。はい、まあ今日は奇数ですけどね、残念ながら僕の出番はありません。そんな感じで A 兄弟山先鋒戦、松前しぐれ VS デビル、まずは勝ち抜きっす、先鋒敵同士の勝ち抜きっす。今日は先鋒の持ち目も上がっているのが非常に嬉しいですね。今日もたくさんのご参加ありがとうございます。英語大学最初先鋒戦、豪傑寺はザビエル VS、 あれなんで、じゃあ AOI VS デビル。さて AOI といえばシオンの、割と東海シオンの第一人者だったんですが、カードをまだ使っていない、このゲームもう置いてきた的な、そんな感じになってる AOI。 今日はメルディナイトの予選も取ってかなりいい感じで前に来てるわけですが、京都勢デビル、やり込みだけやったら随一の京都勢。対して D2B からジャンプし、アサルトで攻めていく、ゲダゲッチュ射撃当てて、ジャッシュ締め、ボイゴビーからゲッチゲッチ、おっとスライドエアが当たらないでも投げて、集団ガードから、うーん、なるほどね、家使ってそのまま投げ、第1ラウンドは青い、第2ラウンド、あんまりね今日は実況聞こえないと思うんですけど許してね、呼び出しは頑張るんで。ベイロフォン当てながら、まあリターン取るデビル、これが3000、飛び道具の打ち合いならば負けません。ここで中段当てて BC からコンデンスループ、おっとダウンにならない、裏ガードジェニエだが、ここ強気に暴れる、ちょっと深かったか、いいですねベロフ、さらに射撃から押せ置き中段、リロードしなかったかな、バレルレプリカガードコンデンスグループ様様と、ここでガンダッシュ AOI、 ここでガンダッシュからワンコン、さすがに残った、でも暴れつぶしの射撃まで無理やり行きましたね。今日は久々にワレンですね。大将戦 AOI VS 豪傑寺はザビエル、ワレンシュタイン、エルドラム VS ワレンシュタインというすっごい対決だが、 5B からパーム、これはシールド、 J から押していくが遠距離戦、すごいの当たる、裏ガード 2B 差し返した、シールド 2B、だが、おいマジでエイトライドエアがジャンプに負ける、さらに B1 回転が通っちゃった、エイトライドエア CS 投げれない、中段に対してすごい進化当てて
中段、あの上り中段がめんどくさい。ジャンプへ第1ラウンド AY、 B 兄弟は CCK が取って決対勝戦ですね。第2ラウンド初手はザビエル、色を投げで締めて亀足、まさかの 6C。 勝竜読み合わない、裏からガンダッシュ越え、 ABC B 投げが通ってしまう。 CS がないんでここまでダッシュ CS から、なんだこれ、なんかコマンド違いますけど、ザビエルさん追加シールドスカリー、おっとは拾えない、 B 投げさすがに抜けた。勝利なんで差し込んでいく AY、 バレルレプリが残った、裏から中段、いやーシオンの 4B やっぱりアンダーナイトインバースも強かった。おっとブーギー VS 赤星、さて第1ブロックの2戦目先鋒戦、ブーギー VS 赤星、いけない1位、ボビーファームからいつものルート、ちょっとね最近コンボを伸ばしている感じの赤星だったか、え1回転ゴエが止めて、トリマ CSVG、 うわー前進でなんか密着で 2B 当たらず、第1ラウンドは赤星、第2ラウンドダッシュ C、 突然のダッシュ繋がってないので、わー 2B が刺され、ちょっと休め、ここで暴れてシールドから暴れて確定ダウン通るゲランガード、なぜか 5C が当たっていない場合、さあこのミス、 B 兄弟勝ったのはアダー、というわけでアダードルチームが勝利、アダードルチームが勝利。では2戦目、コウさんとコハクさんのチーム対、はい、コクラーザヒ K チームの試合やります。はーい、はいはい、コクラーザヒ K チーム、はい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 、ちょっと待ってあげて待ってあげて、はい、コウさんコハクさんのチーム、じゃあじゃんけんしてワンピース受けてください、とか言ってる間にまずは赤星、さて兄弟大将戦法戦、辰井 VS 赤星だが、あ届くか、先制は赤星、外から殴っていつものルートからダッシュ A1 回転ファーム相打ち、とりあえず CS から1回転ファーム、シールドでファームの外、さすがにここから触っていきたい、ダッシーはかわしている、パーマー丁寧にシールド、とりあえず CL 使ってゴビガード、うっと当たらない、うわー 3C、 なんだこれ、第1ラウンド赤星、第2ラウンド昇竜ガード、昇竜使っていたか、だがここで 5B パーム、 2B パームか、さらに 12C、 これがオートに重なるパームが入るコンボ、1回転で
投げながらベールオフ、昇竜、そして2回転、2回転じゃねえや、インフィニットバースまで結構減った8280、ランダガード、おっと6C、さあ次ここから冷たい、勝利ガード、勝利、勝利ダッシュし、わあさすがにね落ちない、肘から重ねて投げ抜ける、三C、また 3C だよ、勝ったのは赤星。B 兄弟、先鋒戦を制したのはケイのハイド、ダッシュ C、 勝ち抜き、勝ち抜き、ダッシュ C、 スーパー連発でしたね。さて1位決定戦、先鋒戦ですが、松前しぐれ VS ドル、設置、おっと何かが相打ちになって、ここからベールオフはきっちりしてます、ユーネコ、ごめんなさいドルじゃない、ユーネコカーマイン、インフィニットバースまで、まあもちろん CS 使ってゲージ回収、下段、おっと当たっていない、なんかうさんくさいが、2C からシャリンコン、第1ラウンドユネコカーマイン、あ第1ラウンドじゃねえやごめんなさい、第2ラウンド、大将戦法戦 AOI VS ユネコ、勝利使っていく、ラズボビーは当たっただけ、 2CBB これが強い、このパーツが本当に強い、そして J6B からのダッシュ C、 インフィニットはするともちろん CS 使って回収、中段だがこれは崩れただけ、コンボにいけない、アサージエシー間に合うもんね、ねじり潰すまで、第1ラウンドユネコアダーの弟子、第2ラウンドシールド 5B 車輪で運びながら、ここは 2B2C から EX 突き上げの使って CS 車輪、設置があるが中断失敗、シンクカッティング、シンク暴れたがコンボ失敗、 JBC でうまく拾って、ここからさらにねじり、車輪重ねから設置すぐ使う、車輪速 CS ダッシュ投げ強い、ニューネコカーマイン2立て1位通過が、さて2位決の1戦目、先鋒は同キャラ、ブーギー VS デビル、またこの同キャラですね、 2B から先制は 1P ブーギー、大きめコンデンスグルーム、バックステに当たったがアサルトが当たらない、 2B 差し込んでさっきとは逆の展開、コンデンスグルーム中段だけ、おっとこのミスだが逃げる、ごまかした、 2B 届く、 3B が届か、 2C が届かず、
追加 ECC 空振っても追加出ます。で AC ためカウンターだが拾えない、あれ本当に難しい、難しい。 JNC からワンコン取れるか、ピンクリ JC コンデンスグルーブからだが、これシールドで耐えた、 5C 当たらず、コンボミス、ここで 5B アバでコンボできない、最後ダッシュ、本当にね距離に左右されやすいこのキャラコンボ。からのジェニー投げる、橋のマウントを取っているのは達井だが、画面越しが必ずしもいいとは限らない、ヒルダさん中段ガード、 ECC から何もできない、空中シュートから EX 確認していく、シュートシュート相打ち、 EX 当たればでかい、中段だが休め、シールド当たっていない、 ECC の向きが違う、さてインフィニットワース200パー吐いて残る、ダッシュ中断見えません、先制はデビル、いろいろあったが B 兄弟勝ったな、小倉朝日 K チーム、では1位決定戦、小倉朝日 K チーム対アダードルチーム、小倉朝日 K チーム対アダードルチームやります。はい、小倉朝日 K チーム対アダードルチームやります。 A 兄弟対象戦法戦、タツイ VS デビルの身内戦だが、リーダー達成ダッシュし、嘘やん、暴れ潰しやったらダッシュ C の暴れに負けた、当たるの C からダッシュ C 裏に回るだと、あーうまい、ギリギリまでコンボ構成伸ばして、第1ラウンドは達成メルカブはランダー、まあ、追撃してガードしているダッシュし、起き止め上りジャンシーだがこれは繋がらない、ダッシュシールドしている、よくシールドしたがコンボミス、これ厳しい、まあたまにあるんでごめんなさい、許してください、はい、すいません、たまにあるんですよそれ。さて営業代勝てば達意、さて営業代対象戦達意対ザビエル、営業大大将戦タツイバーサスザビエルだが、アチョの大会ではこのタツイメルカブはとにかく強い、ダッシュで締めて裏に回ったが、これはガードダッシュ CS 使うものの攻めが止まらない、一旦ここがガードで離れて 6B ノリアムシアガードランダー、うわー捕獲捕獲で割っていく、だが CS に 5A3C これは繋がらない、そしてダッシュ C しゃがんで当たらなかったところ、しゃがみ A からワンコン、オートに対してタクは着地投げ、第1ラウンド熱い、第2ラウンド昇竜、
アサルト A から EX 昇竜持っていく、食べて、しかし届かず、これはゴービーパーム、ここで掴んで補正切らない、いろいろあった、すごいの当たってるが有利フレーム、有利なんやあれ、拾えない、リレー幅ちょっとミスったか、ダッシュ C で締めて、少しこれ前、届くの、ドレードリボーレン死んだ吸ったし死んだ、一時第3ラウンド開幕ランダーアサルトへ、いやー届かない、カウンターやったんで地上飛行になったがランダー、バックステ 3C が当たる、アサルト J 繋がってない、ダッシュ B から昇竜パーム、2B パーム届いて CS お茶を濁す、トレインは上に飛んだものの活性がなかった、掴んで CS から昇竜、え勝ったのはザビエル、はい、ザビエル、というわけで第1ブロックは早くも2決定戦見ていきましょう。2決定戦ですね、1戦先方戦は松前しぐれ VS デビル、画面足のコンボは神経を使う、ヒルダラがきっちり垂直ジャンプ入れながら4戦集団ガードだが 5B からのマウント、コンボミスか、投げ抜けて JC カウンター、おっと繋がっていない、最後は下段タク、第1ラウンドデビル第2ラウンド、ダッシュ C 中に入る、アサルトジャンプ B からダッシュ B ルーベ、5200ジャンプ A 中段、ダッシュ B ルーベは高さが合わない、中段相打ち、リーダーオリエ、ここで B スラが通って、おっとサウンダー引き込みになっていた、まあなんとかフォローし、11第3ラウンド、ダッシュ C カウンターから、暴れ潰し通っただけ、ボビー2番インスラストはガード2番センター、暴れ潰しが通る、インクリジェシーだが、三振が当たらない、 B5C これ中段、インクリ 5C からコンテンツグルーム、中段ガード、中段通りません、ディバイスラスト、コンボミス、メロフガードしてしまう、逆に回ってディバインスラスト、セイグリッドアローまで勝ったのは松前しぐれ、さて対象先方戦、ごめんなさい、先方対象戦、松前しぐれ VS ザビエルだが、画面足のマウント 3C からエリアルに行く、とりあえず移動投げして 5B から中段、
まあまあ適当に。第1ラウンドはザビエル、第2ラウンド先制ザビエル。まあ通しきれないと思ったところ JDC で補正切りながら威力勝力を失敗。ゴビー暴れ潰し C、 これはフルコンで死ぬぞ。パームから、あーなるほどね、あっこでパーム CS が間に合う、ザビエルが勝利。あの一つでパーム間に合うんや。決定戦ですね、 AOI vs ザビエル。いろんなゲームで何々でやれってなるようなこの2人、アサルト JDC。 アサルト JDC から補正切れちゃう、なんで CS 使わなかったし。まあまあまあ第1ラウンドはザビエル。さあ B 兄弟勝ったらアダー、1位通過がアダードルチームとなります。 B 兄弟設定戻します、 B 兄弟設定戻します。さてもっぺんジャンプシーが刺さって第2ラウンド、補正切り中断。もちろん見てから CS でガードして、いやー補正切り読めてるから勝利打ったら死ぬゲーム。勝ったのはザビエル、2位通過がザビエルで。さーて見ていきましょう、第2ブロックの2決1戦目、先方戦はジンジャー VS 琥珀。スカシ投げ 2C でダウン取って、アサルトスカシ投げから早めにループを切りながら2エリアル 2C 重ね。なるほどね、八重 CS、 ここで抜刀が当たってしまう、拾いきれない。 JDC なぜか当たらず、さていつものコンボだがベイロープ当たっている、ダッシュガード、八重が当たってしまう。 JDC 浦田がガードしている、ロクシー最近 6C と6秒間違ってる気がするが、まあいいか。中断ダッシュに刺している、いつものルート、あ倉庫のベンジですから弾の置いて、うわー中断だ。第1ラウンドは神社あるある、第2ラウンド開幕取っていったのはコハク、これは中断間のオート攻めだが EC が刺さる、裏にならない CS 刺さっている EC、 あーなるほどね、 3C やへ、はいはいはい、だがコンボはできなくてコンボミス、バット八重で締める、最後はいいアドリブ 1-1。 第3ラウンドはダッシュシーシロ、おや勝利は出なかったか、5位から下段カード掴めない八重。JDC はバック転途中ぐらい、なんとか丸いの消しながら立ち回っていきたいコアグ、だがダッシュが早い、 2A が刺さる、なぜか 3C が当たらず、ダッシュ C ベロフ通っている、コアグ耐えれるか、表ガード下段が刺さる、2ビシド、とりあえずワース打って
ガッと当たっただけ。ベロフ、あーなんとか当たっている。先制は神社。先方大将戦、ザビエル VS コウ。今日はメルブラの大会プラス何かで京都に来ているコウ。ダッシュ2へ差し込んでいく。出ない、 J6C が出ない。掴んで昇竜、ゲスリー。ゲスリーの2段目の後のあの何やろ、あの内股がすごい可愛いよね。掴んでいる。とりあえずセグメント置いて、セグメント消して、シュナガード、セグメント置けない。空対空から拾う、うまい。危険、ここはエリアルルート。西で閉まらない、高すぎた。セグメントガード、ロクシーガード、セグメント消しながら空対空からダメージ、うまいなほんま。まあ EX 危険から、ここは往復コンルートでしょう。失敗、クーが EX、 クーが固め直しからアサルトガード、アサルトまで投げ釣り。第1ラウンドはこう、いえ第2ラウンド開幕は神社。まあいつものコンボやって、いつものコンボできない。セグメントからダッシュ2、貫けない。ジャンシー当たってしまう。まあさすがに高い。 EX ペグ、中段ガード勝利。クーが、なるほどな、 6C で拾う、で 5B で拾う。高い無人当てながら逆に出る。オフコン失敗。クーが入れ替えて、西、わからん、わからんけどジャンプへめくり、二段ジャンプでセグメント、カーシュが投げて、もう一回投げる、ゴエアバレ、うまく拾ったが安い。だが最後はクーが、クーがまで、バティスタ VS リンネ、さすがやな、この対戦見んの。いきましょう、大将戦、 COPCCK VS コウ。ジャンプ C から投げが通る、割れちゃう。ダッシュ C からバババ、ここは空対空、いやーリンネ空対空が早い。ゲームループからエリアル CS で使う。 JB で球投げながらダッシュ B 有利から、だが暴れが早い。セッチに対して暴れが通る。 EX 危険、このミス。それでも橋を維持しているのか。ループコンはもういらないという感じ。サマーガード、この辺はこうらしい。危険が出ない。リーダーこう、 EX ゲスリー、いやーよく見ている。第一ラウンドこう、第2ラウンド、ゲッツリー、あー抜けるか。ダッシュ投げ通って、ダッシュ B から拾える。 EC で締める。ここは2ヤバで拾いきれず、固めて、これはシールド離す。クータイク、おや届かず。だが OC から拾い直し、 6C 当たらない。アサルト JC 投げが通る。丸いの置いて中段当たらず。着地のもみ合い取っていったのはこう。 EX スリーまでこう、コアクチームの勝利。
ペナルティー決定戦、コウさん500歳のチームと、おーっとここで先方コウ、第2ブロック2位決定戦、先方戦ケイ VS コウ、やったーダッシュシーから膝ループ、これはコンボミスしてしまうが、ダメ出し、ダッシュシー、ダッシュシーを安全に出せる場合、ダッシュシー、オービーシーから、この下段ガード、オービーだ、ダッシュシー、カウンターなんで、もちろん、膝ループからの、下段ガード、なんか無理やりいった、JNC カウンター。ヒエンだが中央に飛んでしまう EX ヒエン、エリアルも逆、ケイこれは命拾い、ダッシュシーゲッツリン、うん、CS ゲッツリン、これが強い、ダッシュにからの EX オービター、アサルトにはゲッツリン割り切っていく、クーガクーガシールド取ったものの家が届かない、この 6CC で締めてダッシュ投げ、ダッシュに A 強い、第1ラウンドコウ、第2ラウンドダッシュ 3C、 ここはケイ強気強気に上を見ながらいった、オービターとクーガの打ち合い、ダッシュ C、 さて膝ループ、膝ループ失敗、クーガ、クーガスカからなんかうさくさい、ダッシュシーン、いやーダッシュシーン様様、ケロフ、オービター、 JNC、JC、ロータス、 3C 届いてる、届いてない、ごめん嘘、ダッシュ 3C 出てませんでした、だがコンボミス、体力リードはケイ、オービターかわす、ダッシュ C、 ゲツリンが出てしまう、さすがに1-1、第3ラウンド開幕ジャンプ A、 打ち勝ったなコウ、 EX ヒエン使って無人、ここはオフコン、西が出ない、ダッシュカウンター、左ループ3投で締める CS、 これはバック手、四隅ヒエンクーがシードで耐えてダッシュシュー、開始はさすがに足りないと思うんで、だからここコンボミスフォローしたジャンプシー、まずはケイ、ケイハイド、というわけで先方対象戦、先方対象戦ケイ VS、 ケイ VS コハク、ハイド VS ユズリハ、ハイドユズリハってアショーであんまり見かけない組み合わせなんだが、抜刀が通る、パクは JNC ガード、 JNC 当たっていない、ここで CS 投げ、ダッシュ B、 バットループエリアルで締めない、 2C バットからバット、もう1回でエリアル繋がっていないが、まあまあまあ CS クレイバー、ダッシュ B、 ベールオフ当てていく、JNC のみ、サントディレイかけて拾って、 JBC からアザルジェシールド成功、中段ガード割れてしまう、ダッシュ三振拾えない、何
かいろいろミスった。メロプトール伊藤にトロータス有利からアサルトスカゲルン足りない、時間がわずかに足りない。第1ラウンド怖く三振からダッシュ三振、うまい。再三上を見ながらのダッシュ三振を当てていく。JBC から2回スカゲダンガード CS アサルト J2 発目集中。いつものルート JC アット聞こえない。 JCJ 集中だがシールド2ビスカに差し込んでどうする。JNC のみここで暴れていく。11第3ラウンド開幕バットだが休め。バットいくバットつながらない。よっとイエクシャのスペア、これが9ヒット。オービタ EX オービタ新しい JA ここで西山れ。お互い我慢の時間だが CS 切り返してダッシュ裏ガードキープに 5C からこれは一旦離れる。怖くガバットループミス当たっていなかった。ケナンが通る 3C で拾ってアサルト J 5B 5A と IH CS クレイバーマシールド取れません。ベールオフベールオフきっちり当てていく。これは届いている。クレイノコール1投2投 CS から 2A。 いやーゲランタグ K ハイドが勝利、2位通過が K。 2013年4月7日アンダーナイトインパスランダムスポーツ決勝トーナメント、決勝トーナメント第2弾で2回いました。準決勝第1試合先鋒戦はドル VS デビル。カーマイン VS ヒルダだが手段通るが安い。 J6B 防衛暴れは取らず ECC から C 有利フレーム 5C 回すが当たらずイングリ JC から拾っている。これこれがテクイ 3B だが CS 3B ネジでは追加が当たらない。 2C5B 突き上げろ設置置いてアサルトドアリバサ裏投げ暴れ車輪からゲナンガードすげえネジで EX 初めて見た。車輪からアサルト JC これが相打ち。第1ラウンドはドルカマイン、第2ラウンドは EA からデビル前線。コンデンスグレーム中段ガードモーションイシアからダウンや。ここでダッシュ C からワンコンバウンド使い切ってコンデンスグルーム下段ダクダガット。コンデンスグルームの一発目残っていた。さらに中段抑えていく距離確認から EX コンデンスグルームこれが通っているが暗い逃げ。最後ジェニー当てにいく。11第3ラウンド拾っているこれな。とりあえずエリアル3回からもうワンコンと拾えず
車輪当てて、これ苦しい状況、アサルト JC が通るが、コンボミス、体力5名、愛知9段、これはワーフ、どうだカーマインは残りません。4690、先鋒戦選手のデビル、デビルヒルダー大将、先鋒戦アダーバーサスデビル、投げが通る、最初のコンボちょっとデビルがミスったところ、車輪の上からだが投げ暴れ、裏表見せながらジェニーもう一回ツーバン取りながらコンデンスグルーム、中段ガード、下段ガード、ジェシー通る、拾えない、本当にむずい、あのコンボ、あだ CS シールドからと車輪、これはさすがに繋げなくてカウンターだがダッシュ間に合わない、リーダーデビル CS 投資に対して DC 姿勢が低いよ、車輪当たっている、ベロフ、いやー懐かしのルート、 CS からインフィニットワース残るよね、いやーでもこれは設置が強かった、あゆちょっけ、あゆ設置の方が早い、第1ラウンドあだ J6B ダッシュ C ルート、設置置きながら設置当ててベロフ、さらに設置を作りながらインフィニットワース、車輪からJC2 発目、設置当ててダッシュ C ネジで、あっと J6B 出ず、命拾いダッシュ投げ破れ、下段ガード、下段ガード、ここでダッシュコマ投げ、暴れと投げに勝つ、対象戦となりますアダーバーサスザビエルさん、やっとカード刺した、ここで車輪だがフルコンインタルでもアサルト JC しゃがみで食らってしまう、 J6B5 失敗したけどダッシュ C 当たっちゃう、なんか投げ破りして声シールドファーム、アサルト J からプレッシャーかける、でも西暴れから投げ抜ける、当たるとだが JA が 6B に止められた、第一のドアだ、うわダッシュから移動投げ、有利取ってファーム、ダッシュ B 当たると透かし投げ、トレードリフボール、ドア暴れていく、チャーリー、うん、アサルト JC からネジで寄っていくが車輪が当たる、これはフルコ失敗、6C からパームを当てるコンボ、中段で締めてベールオフ、どうすんのこれ、中段ガード相打ち JB ドア、声当たらず、とりあえずインフィニットワース打ちます、設置デビー下段、エロい、勝ったのはアダー、アダードル
で準決勝第2試合、準決勝第2試合先鋒戦はケイン VS 高橋、スピードレーンドリフォーレが通る、相打ち大工だが小屋越し届かない、ファームから JC スカシストレートリフォーレン、ファームスカリプレッシー S ダッシュプレイバー昇竜 2B からファーム先端ダッシュし、アサル JC だがこれ拾えない、スピードレーンドリフォーレン、これが通っちゃう、 CSプレイバーダッシュ C から中段ちょっと距離が合わなかったか、 J2C 第1ラウンド赤星、第2ラウンド 3C ノーマル割っていきます、 EX ドレードリフォーレン中段ガード 5B からカブは取って3とこれで締める、 CS中段これはシールドで黄色投げ、集中ガードベイロープ、もう拾えない CS ダッシュ C カウンターダッシュが出ない、集中からダッシュトレードリボーレン、どうするオービダ飛び越しただけ、JC 入れ替えた、これはワンチャン、残念な結末になってしまった、きっちりベールオフ当てたんだが、見ていきましょう対象戦法戦、イブ VS 赤星開幕、赤星下がるでジャンプ C が当たってしまう、先制赤星、から移動投げ逆足受け身は成功、さあどうする、ダッシュガードバット当たっていない、ドレーンは下がったが着地をドレーン投げて移動投げ通りません、コービーから地上引き込み使ってワンコント昇竜 CS 3C 3C 当たる J から J2C 何も起きない、ダッシュし2発の目だけが当たる、第1ラウンド赤星どういうことだ、第2ラウンドダッシュ C と相打ちして ダッシュはシールド、ダッシュシールド、いや H2 と投げ暴れ、パム当たってしまう、ここはベイロフイブ抵抗と、ここミスか状況重視か、バット当たったんでループからとりあえず大保証さんインフィニットワーク決めて、西シカウント引き込みから CS きっちり使う、見逃しませんね、11第3ラウンド第3ラウンド、ダッシュ C からバットはカウンター、 JC が通る、さて赤星逆転、補正切りこれは CS 入れっぱで耐えたから、 CS 見てからドレーン、ドルヒボーレン、あーどうするよこの距離、バットこれでもう一度逆転、
ペロペ当たりません。ただコンボにならない。この距離ダッシュガード勝利は届く。バットした派生からヤイチにイーシーフィニットワースまでバット下段。3位決定戦イブ VS ユーネコ。花の手下ユーネコ、花の手下だと知らんがなみたいな感じで、まずはイブバットヒットからバットループだから入れ替えてユーネコアサルト JC 多め投げが通る。中段シールドダッシーはバックステ入れ替えて八重から八重投げ抜ける J2C、 まあ最速 J2C なんでダメージは伸びませんが、もちろん置き攻め。うわー広い当たりが、だがこれは最終段当たっていない。中段が割ってセッチコン引き上げからセッチ、そしてこのイミリットなんやろベールオフである。ワースまでまあダメージは6000ちょい、そんなではありませんが、なんといってもゲージ回収がでかい。ヤエイチに当たってしまう。引き上げろ、これじゃかくった。第1ラウンドユネコ第2ラウンドバット一発目のみ。バットこれは火星がない。下段カードからジェンシー、これで割ってバットループからのいつものやつ。ジェンシー相打ち、これは間に合ってませんね。バット八重からヒット数を抑えながら3400、24重なっている。シールド取って裏に回る。いやーさっきまで折ったと思って車輪で止めようと思ったら裏回りバットがかくられた。11第3ラウンドベールオフ早めに使う。ベールオフ返していくアサルト、ワースまでこれが6200。八重で脱出リードはユネコ、ダッシュガード止めてアサルト J2C ブエロフ使っていく。押し目を使って投げてセッチがバックスを潰す。コンボミスがおっと 2C 間に合った。ワープ入れ替えてこれはワンチャンあるのか。ベロフ当たってしまう。シャリーンゲランガード車輪からもう一回 EX まで勝ったのはユーネコアトスチーム。いやーかわいい。というわけで3位決定戦見ていきましょう。3位決定戦先方戦はケイ VS デビル。ダッシュシーから下段が当たったがコンボがちょっとつながっていないと思って画面足のルート使ったがここは落としてサイド、じゃあ帽子中段帽子止め投げて小気味よく攻めるデビでめくった黄色投げ帽子回してこの距離ダッシュシー CS 逃げからダッシュシーこれは当たっただけ。ダッシュシーかわしたカロダッシュシー寄れない。ここでもう一度もう一度切りもみまで第1ラウンドデビル
開幕メールオフへガードした。オービタスカゲラン先制はテイ。さすがペールオフ中全然減らん。割っていく、そうコーミスらしいから投げ暴れ。オービタいいから触ってロータスおっと暗い逃げになった。お互いうさんくさい動きがあるが、ここで下段を通したのはデビル。 3cc からコンデスグルーム集団見えません。コンボミス CS して投げながら集団ガード、投げが通る。最後は2位いやーデビル。というわけで最上戦法戦イブ VS デビル、裏からやはりこのワープがある限りキルダが立ち回りで楽はできない。中段シールドらしいからバットバット、ヤエダが2位で暴れていくと 3C 届かない位置、取り橋 3C 対空からきっちり拾ってイングリッシュ全部入れながらコンデスグラブ、おっとバウンド3回目だったか。カウンター拾ってエリアルからきっちりコンデスグラブ中段タク。そしてオートインクリ 5C で攻める中段第1ラウンドデビル。第2ラウンドダッシュ投げ、開幕突然のダッシュ投げ、ダッシュビループまあまあいつものやつです。はいはいはいからスカゲラン割れている。スカゲランからボーナス込みで4200、そして防衛、今度はフレーム有利をちゃんと使っていく。コンボ選択はリバーサ読みシュート、出し越し当たっただけ。シュートからこれはガード、もう一回シュート、ガードシール、シュート裏八重から、そしてここは下段だけ JA エルゴーからの 5A11 第3ラウンド、開幕はバットからもう一度バットヒット、ダッシュ C で締めてダッシュ C ベールオフ、これはスカルがお吸いなし、おとがめなし勝利ですが、ダッシュ B ルートからベールオフ、これはダブルベールオフルート、でもこれ殺しきれる。コンボミス J2C からバットからのコンボ、そして J2C バットもう一度同じルート、引き出し多すぎワロタ。さあ決定戦イブ VS ガビエル、開幕勝利を裏に回るからダッシュへ下段、でかいからこそ下段が取りやすい。 C からもう一度橋のマウントになる下段カード、
八重から CS へごまかして、八重 J2C、 まあ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 見えません。ベロ外れる、おいしい、からの移動投げ掴んじゃう、ロキシーから、あ、なんかうさくさいよ、リーダーしかしまだイブ、裏回り CS 投げ、これはエロい、ここは入れっぱ、昇竜が間に合う、ザビエルどうする、意外とやることないぞ、抜刀先端まで厳しい、大事なんだイブ、また裏だからの表戻ってくれ、そしてごまかして 5A5C 抜刀から抜刀ループ EC で締めて、やえ EC 通ってしまう、ポンプは妥協したんで殺しきれない、 CS 中だ、まあまあインフィニットワースですね、故障ダメージ、勝ったのはイブ、3位はイブ&Kチーム、3位がイブ&Kチームとなります。いやーカーマイン、カーマイン言われん、カーマイン、カーマイン、マインちゃんハーハーってなりますよねこれ。というわけで2013年4月7日アンダーナイトインパスランダム少数大会決勝、まず先鋒戦はドル VS 赤星、カーマイン VS バレンシュタイン、4人中3枚が3人がカーマイン、カーマイン最強キャラ、 B ドレーンはなんとか抜けて、 B ドレーン抜けている、甘えさせません、ジェシーから、ジェシー当たっちゃう、まあとりあえずドレードリフォーレンとつないで、ダッシュ B からファーム、ファーム、ジェシー中間距離ファーム、アサルト、ジェシー速いが、ここはドレードリフォーレン割ってファーム、ダッシュ B、 EX ファーム、ここで CS、ただ上ですね、 JCB 第1ラウンド赤星、石かな、あれシールドだが、ゲナン、ジェシーカウンター、ここは固め、ジェシーベロフマックスなんでと小手切りに行くが、リエクシャリンアサルト5へ投げ抜ける、だから 5B が刺さってシャリンコン妥協しながら、シャリン重ね、ゲランガードドレーン、ドルキボール、で DC 対空マジか、ガゲダン、うん、ドル反撃だが地上引き戻し、補正ギルが黄色投げ抜ける、ベールオフ使っていたところ 2B から、まあ間違いません、先制は赤星、大将先鋒戦、アダー VS 赤星、と投げスカになったところジャンプ C が刺さってしまう、これで赤星がマウントから、投げはジャンピーかわした、だがバッテリー 5B パームが当たる、声から固め直して、もう一度マウント、パームは使ったが EX パーム、 EC EX パームはユニフレームじゃない、
届かない、投げでごまかして、投げ抜ける、バックス1回でこれも上、まあまあまあ安定コンですね。インフィニットアースでフィニッシュ、完全に安定してラウンド取りに行きます。第1ラウンドアダー、第2ラウンドチャーリー・エン 6B からラインを上げていくアダー、アサルトガードが5位、早かったコンプルートはとダッシュロクシーが出ない、そこを A ドレーで投げて、ジェミー、ジェシー1か割っていく、EX ドレードリフォーレン守備よく CS もゲット、アダーバックスでしのぎながら、ただドレーは抜ける、おっと投げが通って集団ガード、これが有利なんでもちろん被りません。有利から潰し CS から、おっとコーブミスガーッ、2B じゃねえな、 3B でもない、カマイン、カマインバーサ、カマイン、カマインがゲシタルトーカしそう、決定戦です、アダーバーサス、アダーの手下ユーネコ、アダーがイブの手下でユーネコがアダーの手下というね、どういうカースト戦、先生はアダーと 6B、出し投げは通りませんが着地を取ったのはユーネコ、西ねじれから突き上げろ、車輪設置、設置ガード、バックステイに EC だが BB が刺さらない、 3C か 6B から、マウントの取り合い、車輪からコンボになる、突き上げろから設置、中段もう一度マウント取って突かし投げ、車輪からの下段、車輪が当たってしまう、第1ラウンドユーネコ手下有利か、手下有利か、ベロフ、ベロフ返す、なんかすごい読み合い、 ECBB からインフィニットバース食らい尽くせ、シャリン仕掛けたガード、シャリンダッシュで押し込んで、バックセは B234JC からアダー端コンねじれ、 J6B 当たらないけどダッシュ C が当たっちゃう、なんであれ当たっちゃうんだろうね、11第3ラウンド、まさかダッシュ C が中断だったとは、 5B 指導、先生ユーネコだが車輪が巻き込まない、 6B の押し、ベロフ通っている、投げやばれ、これは読んで駒投げがしかし通る、両者譲らず BB3B ユーネコワンコンが設置が化けた、でも車輪ヒット、設置じゃない追加、アサルト攻めたい、アダここは車輪投げ残って、シスバックス、これもボービータイクというわけで、勝ったのはユーネコ、手下芸でした、今日の優勝はユーネコ赤星チームとなります、おめでとうございます。